はい、庭師さんいます。庭師さん、庭師さん、はい、コーディーの庭師さんいます。はい、こちらです。はい、カーディガン横田。さあ、コーディーバイソン、なんかコーディーきつそうですよね。どうなんでしょう。さあ、コパンで、Cブロックで抜いちゃってたみたいなんで、 Cブロックやりますからね、ごめんなさい。さあ、そう見てないうちに試合はアワーバイソン、ダッパルーパーちょっと失敗、投げていって下げ飛び、確定、しっかりラストまで入れて、5番、さあ暴れずに確定しないと、知ってるとちゃんと体育見てる。さあ最速投げ、右からちゃんとなんか選択肢をね設けてるっていう感じですよね、この辺りは。さあセミ2、しかし青尻コンボラスト、体育見てる。ラッパーが、ループが投げて、さあ、つなぎもしっかり、さすがの青バイソン。さあ、ごめん、C ブロック抜けちゃってた、ごめん、C じゃねえこれ、あ、C か、ね、クマと、キタロウさん抜けちゃってました、ごめんなさい。Super Street Fighter 4 Arcade Edition. The world's fiercest fighters await. Will you be the last warrior standing? さあ、クマベが名前が変わって、不思議な名前になっている。さあ対するは北ローベガ、あ、北ローベガじゃない、北ローブランカー。さあブラジルステージの対戦だ。しかしこの対決ブランカがかなり厳しい。私はね、あの神奈川時代のブランカ時代のね、クマさんにね、もういっぱい泣かされてきましたからね。クマさんを泣かしてザンギダンとかボコるみたいな、この毎日を送ってきましたから、この強さはわかる。町田に行ったらね、TUC さんがいますからね、もう大変でした、ブランカ時代。さあ、ここは勝つことができるのか。さあ、北の、クマさんといえば攻めが特徴的、今回はちょっと落ち着きながら攻める。さあ、溶かして投げません。さあ、置き攻めは、置き攻めがわからない。あっと、小足から投げ、画面足きた。さあ、どうする。
さあ逃げ切れない、逃げれない。EX バックセナリオが変わりましたからね、なかなか打ちづらいのかもしれません。さあ削られていく、小足からのアブリで熊目がまずは一勝、ゲージも満タンだ。さあ2戦目、おっとあれ負けてしまうかい。さあちゃんとガードする、おっと小判からの電撃、最近のブランカ使いでは必須ですからね、ローリング気軽打てなくなりましたって。さあチューパーチューパークカウンセリング、投げはクラップ、逃げ切れる。さあまた距離を取る、おっと最後当たってデッツ当たるのか、テイルも当たる、見づらい。さあグラスムシー投げ、おっと握った、おっとこれは決まったか。さあ怒涛の攻めで鬼太郎ブランカ取り返す。さあやっつけた、ファーストアタックはまずは鬼太郎ブランカ、うまく逃げる。これはガードされてしまうが、そのまま投げていく強気。さあこっからは削りの選択、さあ中央まで戻して落ち着いてやっていくスタイル。あそう最後でやっぱ負けてしまうのか。さあこれはあっと小足からの投げはさすがに上空下投げる。さあクラップ戦逃げれるか、ああ見てなし、ゲージは止まってなかったか。こっからが急にうまく投げた。さあこっからどうする、これは何もしない。さあこれはさあ遅らせグラップ、相当ガードしにくいと思うんですけど、あれはうまくグラップしていく。さあ残り30秒ワンチャンあるか、投げはグラップされるな。さあ残り20秒まだいけるタイムか、あっと対空 EX 最高。さあ落ち着いてる熊部がそのままブランカ使いを処理。さあ北川さんもすごい勝てそうだったんですけどね、本当に惜しかったです。ブランカ使いとしてちょっとね、アンに応援してたんですけどね。さあ次はあ次ね、ザンキちゃんと誰だろう、ゴーケンさん、オウトンさん、アウトンさんね。はい、じゃあ魔法のザンギちゃんとアウトンさんのゴーケンさんですね、どちらが有利なのかよくわかんないですけど見させていただきましょう。さあザンギちゃんの周りには TUC ナルオ軍団がつく。さあアドバイスももらえるのか。さてゴーケンとね、ザンギよくわかんないですけど、どうなのこれ。さあさっきはね、ウッケマサさんがやってかなりフルボコにしてたアントンさん、かなりなんか、分かってらっしゃるゴケンさんとかだったんですが、さあ暴れるところは暴れる。さあかなり厳しそうなことをね武田言ってましたが、実証できるか、オフテクうまい。しかしこの辺りのね反応は非常に高い。悪いよ、いやもうねこうやって EX マニの超反応見るたびにこのソウルをやろうってみんな言っちゃってください。すごい反応しますね。さあスクリューが長い、ダンクちゃんマジ顔マジ顔、思わず苦笑い。さあ下段入って暴れる、さあ中波動をねどうさばくかというのが残念の腕の見せ所なんでしょうが、
さあプレスで強気、さあしっかり分かってましたのばかりのいいエクサトミックあっという間。さあさあ菅野残弾、さて、2回戦最後かな、アベリティさんと男さんかな、はい、アベリティさん、はい、男目が、はい、はいはいはい、じゃあアベルテイさん、アベル VS 男ベガ、さあね、コースだとベガ多いんですかね、なんかベガ結構見てる気がしますけど、さあで今のところベガ使いはみんな勝ってますかね、すごい勢いでベガ使いが進んでいる、これからベガゲームになりそうだ。さあこの試合アベルは勝つことができるのか、さあなんかよくわからないセイントみたいな感じをしたベガと、普通のアベル、さてまずは先手を取ってるのはアベル、アベリティアベルが小足を当てている、まあこっからねどうなるかよくわからないですけど、ね、さあ転んで投げはグラップ、ちょっとここでね、先ほど試合を終わらせたベガさんにちょっと聞いてみましょうね、アベルとベガってねどうなんですかね、クワベガさんの言うことだとベガが有利だそうです。さあキャラさんを覆せるか、おっとここでバックステ投げ、さあうまくワープにできる、あのワープねどうやって返せばいいか僕も分かんないですよね、誠使っててねもうとか思いながらねいつも困ってるんですけど、ワープ、さあダッシュ投げ、ダッシュ投げ、逆に投げ返す、こっからがコロコロっとうまく逃げていく、残り時間は30秒、さあまだまだワンチャンあるよ、いいエクスとなった、さあここからうまく逃げた、しかし残り時間は減ってしまう、さあウムがまとまっている、ここからは投げを選択だがグラップされて、さあわからん殺し、わからない殺しがワープレー避けられてしまう、ここで最高削り回避、うわっと死なないがタイムオーバー、あれは最高投げたんですかね、さあパン、すごい戦い方でアビリティアベルがまずは一生もぎ取った、さあ乗ってくるのか、さあ中間距離はねお互いちょっと様子を見つつっていうところですね、お互いゲージ依存が結構激しいキャラのような気がするので、それはたまるまではあんま無理をしないのか、さあテイルは本当に見にくい、さあここまでつながる、さあ置き攻めをいく、さあワープが強い、さあスライディングでテイルうまくカード、あった大パス、見えていた、あーっと使った大海王星、一瞬決まったかと思われたが、ここでゲージは全放出、しかし気を取り直してやれるか、さあうまくカウンターヒットを取っていく、投げラップで残りは30秒、サイコチェイル何は？おっと、最高最高、これは読みづらい、さあ執念でもぎ取った男目が第3セットで反撃です、さあ送れ、アビリティーまずかわされる、あっとあれはなんだ、 EX だとかだ、さあ、届かなかったが特に実害はなし、あジリジリでおっと見ている、大キック、大キックね、ダメージ少なくなりましたね、90ですからね、さっきセンターが、さあで中間距離、おっと大守りを投げる、これが男投げ、さあ
出してぐるぐる回して置けねえ。ガードして、踏んだ、さあ踏んだ、踏んで、さらに投げはグラップ、さあ一気に取り返した。とどめが、さあ怒涛の攻めだ。しかしアビリティのゲージは何なんだ。一撃で取り返されるか、一撃を当てれるか。さあ始まらないっている、壊し壊し体が。さあ、一時は相当アビリティが勝てるかと思ったんですが、落ち着いた様子です。男ベガの勝利。次のメンバーですね。スーパーストリートファイター4アーケードエディション。いや、試合が熱すぎるね、本当。